マークアイマーク2マーク3マーク4のベースとなったハンバーホークニュースーパースナイプシリーズ2ニュースーパースナイプシリーズ3シリーズ4リアビューシリーズ V インペリアルスーパースナイプはイギリスにかつて存在した自動車メーカーであるルーツグループがハンバーのブランドで1938年から1967年まで製造していた大型乗用車高級車である 1938年10月に登場。既存上級モデルのプルマンに搭載されていたサイドバルブ式直列6気筒 4086CC エンジンを1クラス下でホイールベース 2896mm の 3000cc 級モデルスナイプの車種に乗せた中間車種として登場した。プルマンより軽量でハイパワーな車種となり最高速度は 時速 127km、当時としては高速車として扱われた。ボディ形状は4ドアセダン、4ドアスポーツセダン、2ドアドロップヘッドクーペの3種類だった。性能に対して比較的割安な価格を武器に、アッパーミドル層の公用車といった用途で需要を得て、第二次世界大戦勃発までに約1500台が販売された。戦時中は、 軍のスタッフカーや輸送車のシャシーとしても生産された。特に、イギリス軍のバーナード・モント・ゴメリー元水の専用車として使用されたものが有名である。スーパースナイプは1946年に生産が再開され、改良を重ねながら1951年まで継続生産された。輸出可視化と言われた戦後イギリスの外貨不足から輸出にも力が入れられた。 1952年に登場。外観は、レイモンドローウィのデザインで一新され、1950年に登場した、ホークマーク4の戦後型ボディのホイールベースを 152mm 延長したものになった。また、エンジンは、グループ内のコマートラク用をベースとした、オフ直列6気筒 4138cc に変更され、1955年以降は、 マニュアルトランスミッションにオーバードライブがつき、生産中止直前の1956年には、オートマチックトランスミッションも選択可能になった。1953年当時のザ・モーター氏のロードテストによる最高速度は、時速 146km、0から60マイル毎時加速は14.7秒まで改善した。また、オーストラリアでも1952年以降ノックダウン。 生産され、比較的成功を収めた。マーク4は17,993台が生産された。1958年にシリーズはモデルチェンジされ、今度は、車体は4気筒 2267cc エンジンのフォークと共通化され、その6気筒エンジン版となった。新しい車体は従来のものより小型化されたが、 より近代的な設計となったため居住空間はかえって拡大された。エンジンも小型化されて直列6気筒オフの 2655cc となったがシリーズ2以降はアームストロングシドレー車用ベースとした 2965cc に拡大された。ルーツでは当時すでにプルマニア、インペリアルという上級車種が消滅しており、 ルーツグループのフラグシップとしての役割をこの車種が担うこととなった。生産台数はシリーズ I が6072台、シリーズ2が7175台、シリーズ3が7257台、シリーズ4が6495台、そしてシリーズ V が1967年6月の生産終了までに3032台生産された。ボディスタイルは4ドアのセダン。 5ドアのエステートワゴンがあった。日本へは、伊藤中央都によって1950年代、前半以降1960年代半ばまで輸入されたが、当時の日本における大型車の需要は、アメリカ車が優位であり、販売はスーパースナイプの販売台数はそれほど多くなかった。ありがとうございます。